やめて。グエッフェっていいね、いいね。その表情、恐怖、絶望、苦痛、それが私にはこの上ない快感なのさ。キャー、お願い、やめて。鼻くそを食べさせないで、ママ。 2000XX 年、恐るべき暴力集団鼻くそ団が日本中に勢力を拡大していました。団長のメイメイひまりは神出鬼没の怪獣、暗闇の中から突如現れたかと思うと、罪のない人々に無理やり自分の鼻くそを食べさせ、また闇の中へ消えてしまうのでした。彼女の鼻くそは塩気が効いていて意外に美味しいという意見も一部にはありますが、多くは味など関係なく多大な精神的苦痛を受けるのでした。警察も自衛隊も鼻くそ団の前ではまるで無力です。鼻くそ団を止められる者など誰もいないのでした。やめるのだ、鼻くそひまり。クックック、命知らずのバカが湧いて出たか。僕がお前をやっつけて平和を取り戻すのだ。伝説の勇者ズンダモンです。ズンダモンは正義と平和のために心臓を捧げた心優しき戦士でした。彼は極悪非道の鼻くそ団にもう我慢できなかったのです。正義の鉄拳ズンダパンチ。ふん、かすり傷すら与えられなかったわね。ざまあみろザーコ。ズンダモンはあっさり負けてしまいました。そうです、鼻くそ団を止められる者など誰もいないのです。彼の抵抗は何の成果もあげませんでした。単なる無駄死にでした。勇気とか正義とかそんなものは何の役にも立ちません。私たちは己の弱さを受け入れて惨めに鼻くそを食べ続けるしかないのです。ザーコザーコ、悔しい？ねえ悔しい？